チュッパチャプスが1本しかないわ。こんなの嫌だ。僕はラッキー。やった。アレックス、私の方を見なさいよ。ラッキーなのは私よ。おお、すごいね。こんなにたくさんあるなんて信じられないよ。ジェリーから始めてもいいわよ。わかったわ。まずは包装紙を外さないと。あんまりうまくいってないみたいね。諦めないわ。笑わないでよ。あ、チュッパチャプスを壊しちゃった。そんなことがありえるんだね。大切なのはこれでも食べられるってことよ。あー、おいしい。最高。早かったわね。次はアレックスの番よ。やった。ちょうどお腹空いてるんだよね。見て、包装紙を簡単に外したよ。すごいわね。見習わないと。今からある挑戦をするよ。一気に食べる。アレックス、何をするつもりなの？怖がらないで。飴を細かく刻みたいだけだから。見て、できた。僕って強いな。もうやめて、怖いわ。もう終わったよ。あとは飴をお皿に移すだけ。すごいたくさんあるわね。すごいじゃない。僕は一本のチュッパチャプスを残したよ。これはもちろんわざとやったことさ。飴をトッピングにしてチュッパチャプスを舐めることができるんだよ。あー、すぐに終わっちゃった。残ったトッピングは口の中に流し込もう。これでも美味しいね。もっともっと食べたい。こぼれてるわよ。今度はミラの番だよ。掃除機が必要なの。早く止めて。あ、ごめん。二人の方に向かせるつもりはなかったの。包装紙を飛ばしたかったの。いいね。私も気に入ったわ。これでチュッパチャプスが食べられる。どうやってそんなに入れてるの？すごいね。でも嫌な予感がするよ。わ、アレックスの言う通りね。詰まったわ。どうしましょう。仕方ないね。手伝ってあげるよ。踏ん張ってね。気をつけて、痛いわ。え、これは何？ミラの歯だ。恐ろしいね。大丈夫、元に戻したわ。これは何？小さすぎてよく見えないわ。トウモロコシの種かな。そうっぽいね。僕のところにはいくつかあるよ。匂いがしないね。二人ともまだわからないの？ポップコーンを作ればいいのよ。作り方なんかわからないわ。どうしましょう。あ、いいこと考えた。食べちゃうわ。あー、無理。そうね、ヘアアイロンが使える。ヘアアイロンでポップコーンができるはずよ。どう？できそう？長いわね。待ってる間に遊びましょう。あとは寝て。そうね、時間がかかりすぎたわ。できた。やった。見て、かわいいでしょ。すごい。できるって信じてたわよ。努力した甲斐があればいいんだけど。やった、おいしいわ。次はアレックスね。僕の量だとヘアアイロンは使えないと思う。普通のアイロンでどうにかなるかな。本当にできるかな。ミラの時だって初めは信じなかったでしょう。あ、できた。早くできたよ。びっくりよ。やけどしちゃった。熱いよ。おバカさんなのね。ポップコーンで痛みを紛らわせたいな。やった、すごく美味しくできたよ。こんなにたくさんどうやって作ればいいのかな。あ、わかったわ。何それ？ポップコーンメーカーよ。見たことないの？使い方を教えてあげるわ。まずは種を中に入れるの。わお。そうそう、これだけよ。見て、できた。ポップコーンの完成よ。すごいね、そんな機械があったんだ。もっと種を足してもいいと思うわ。これじゃあ少ないもんね。見て、いいじゃない。
やった机がポップコーンまみれだよ。残りはあと少しだから全部作っちゃうわ。あれ？なんかおかしいんじゃない？これでいいのよ。え？ザリガニ？怖いわ。触るのだって嫌なんだけど。一匹でよかったじゃない。私のお皿を見て。でもザリガニって危なくないと思うわ。そうかな。こんなにたくさんどうやって食べればいいんだろう。ミラから始めて。アレックス、それでも友達って言えるの？思ったよりもまずくないわよ。本当？へえ、気に入ったわ。丸ごと食べられる。おいしい。こんなに気に入るとは思わなかったわ。僕だってびっくりしてるよ。おいしかったわ。ミラ、歯を磨いた方がいいと思うよ。あら、ごめんなさい。大丈夫よ。Okay. 私も簡単に食べれたらいいんだけどな。まずは味見してみるわ。おかしいわね。動いてるのかな。他のザリガニを食べるわ。まずは余計なものとおさらばするの。ジュリー、何してるの？何よ。ザリガニを食べられるようにしただけよ。何してんだよ。こっちを見て。ごめんね、わざとじゃないの。分かったから早く。あら、本当に美味しいのね。わお。アレックスよりも量が少なくて残念だわ。もっと食べたかったのに。またお腹空いちゃった。残念だけど、私たちはもう何も食べれないわ。次はアレックスの番ね。二人が美味しそうに食べるから僕も食べたくなったよ。おお、本当に美味しいね。少し食べてもいい？ダメだよ、もう食べたんでしょ。一匹だけでもいいからちょうだい。やめて、分けないって言ったでしょ。邪魔しないでよ。美味しい。お願い、すごくお腹空いたの。これぐらいでいい？面白くないわよ、欲張り。覚えとくからね。そんなに怒らないでよ、ただのジョークなんだから。あ、生きてるザリガニだ。怖いよ。なんでこんなところにいるの？大丈夫？助けて、僕の指が。何とかしてよ。私の方に投げないで。痛いよ。欲張りだからそうなったのよ。ポップイットがたくさんある。おかしいわね、私のは壊れてるみたい。遊べないわ。どうするの？フィービー、匂いを嗅がないで。食べられないんだよ。違うわよ、これはグミのポップイットなの。おいしい。そうなんだ、いいね。あと少しで食べ終わっちゃうわ。二人は何見てるの？早く食べなさいよ。私のもグミかも。硬すぎるから違うみたい。あ、チョコレートよ。やった、ラッキー。ホワイトチョコの中にはお菓子も入ってるのよ。最高な組み合わせね。私も食べてみたかったな。そうそう、二人と分けるつもりはないからね。いや、顔がすごいよ。今のどうでもいいわ。すぐにどうにかするから。ほらね。残りは僕だけだね。僕のポップイットは何でできてるのかな。チョコでもグミでもなさそうだよ。本物のポップイットじゃない。遊べるわね。すごく落ち着く。ちょうどよかった。ポテトチップスだ。いいニュースね。でもなんでみんな少ないの？わからないわ。それでも食べてみる価値はあるわね。どう？まだ何もないわ。ポテチが顔面衝突したね。面白い。笑わないでよ。中には何も入ってないと思ってたの。
少し食べれるだけでよかった。はい、食べ終わったわ。今度は僕のを確認しよう。もうちょっとたくさんあればいいな。嘘。チップスもないし、そこに穴が開いてる。机の上を見てみなさい。あった。見つかってよかった。たくさんあるね。おめでとう。どうしたの？何かが鼻の中に入ったんだ。すごくくしゃみがしたい。あ、よかった。これで食べれるね。あ、またくしゃみがしたい。ポテチが飛んでったわよ。あ、最悪。ミアは気をつけて。私は失敗しないわ。すごい、たくさんあるね。無限大だぞ。100個以上あるみたいね。やった。僕も食べてみていいよね。ダメよ。私の食べ物に近づかないで。全部自分で食べるからね。すごい。どうやって食べたの？私はすごいのよ。喉に詰まらせたの？ミアを助けないと。待ってて。はい。ありがとう。本当に友達なのね。このコーラおかしいわね。漏れてるわよ。はあ、びしょ濡れじゃない。どうしてそうなったのかな。キットカットがたくさんあるよ。たくさんとは言えないわね。10個しかないわ。フィービーは1個だけだ。運が悪いね。2人のキットカットよりも美味しいはずよ。気をつけて、こっちに投げないで。すごい濃厚なチョコレートね。中にあるクッキーだってすごく美味しいのよ。僕たちまで汚くなったよ。ごめんね、わざとじゃないの。覚えといたよ。今は何もしないでしょ。ミアが食べる番だからね。確かにそうね。すごいね。どうやったの？包装紙なんかいらないわ。いるのはチョコだけよ。フォークとナイフは使えないみたい。手で食べるわ。おいしい。最高よ。もう止まらないわ。世界一おいしいチョコレートね。ミア、行儀はどうしたの？汚い食べ方だね。あ、一個落ちた。バレる前に早く盗まないと。もうバレてるわよ。私の食べ物を盗もうとした人には罰を与えるわ。起きて。たくさんのチョコレートを食べないといけないのよ。そうよ、早く始めて。普通には食べれないから何か考える必要があるよ。僕はあるものを建てることにしたんだ。絶対に見たことがない建物だよ。すごいわね。上まで登るにはハシゴが必要だよ。できた。これで完成だよ。ここの景色はすごくいいから絶対に下には降りないよ。別にいいわよ。そっちの方が私たちにとっていいの。いただきます。二人とも何したの？頑張って作ったのに。ごめんね、チョコを食べるためにはこうするしかなかったの。後悔なんかしてないわ。たくさんチョコレートを食べられるチャンスがあったのよ。これはいらない。戻ってきたよ。寂しくなかった？頭が回る。ヘルメットをかぶっててよかった。面白いわね。やっと一番たくさん食べれるわ。ガムが100個もある。2人はどう？え？ 1 個だけ？残念ね。なんで笑うの？何も面白くないと思うんだけど。あ、中にいくつか入ってる。よかった。ミア、ごめんね。わざとじゃないよ。それじゃあ、いただきます。プロの食べ方を見てね。確かにすごいけど、散らかさないで。うるさいね。僕のこと叩かないで。何してるの？すごくおかしいわよ。その代わり、時間が短縮できるよ。あっという間に口の中に入った。今度は風船を見てね。すごい、サーカスみたいね。それって褒め言葉？ありがとう。
すごかったわね。次はミアの番だよ。ああ、すごい。こんなの簡単よ。あとは掃除機みたいにガムを吸い込むこともできるのよ。すごい。大きな風船だね。割ってみたいな。ミア、ごめんね。隠れとくわ。なんてことしてくれたの？何も見えないじゃない。ガムが顔にくっついてるからだと思うよ。なんかおかしいわね。眉毛が剥がれただけだよ。最悪。早く元に戻さないと。気持ち悪いね。知らないわよ。自業自得でしょ。元通りになったわ。私もそろそろ噛みたいわ。ビービー気をつけて。机が壊れるよ。ちょっと頑張りすぎたかな。早くガムを食べたかっただけなの。すごい口ね。どうやってそんなに入れたの？こんなの簡単よ。フィービーどこ行くの？押さえてるよ。意味ないわよ。風船が大きすぎるの。でも助けてあげないと。あ、いいこと思いついた。打って割ればいいのよ。いいね。僕ならできると思う。当たらなかったわよ。私がやってみる。本当に？ああ、風船が。できた。けど危ない。キャッチしてみるよ。また失敗したわね。ごめん。頑張ったんだけどな。なんてことしてくれたのよ。なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見て、このピザタワー。すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。おいしい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。もうやめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。手を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね。すごい。そんなこともできるんだね。どうやったの？おいしいから何でもできるのよ。あれ？何これ？ピザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。おいしい。早く元に戻さないと。ああ、よかった。私のピザは？誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。Okay. からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ。最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口
口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。あー、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。あ、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。OK。わかったよ。でも、まずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ？食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった。危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。運がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やった、やっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの？アレックス、運が悪いわね。あー、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない？二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ。盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい。手を挙げて。くらえ。どうだった？これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ。早く食べよう。そうね。おいしい。
あれ？チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。トゥイックスが1本だけよ。少ない。まあいいわ、何もないよりかはマシね。すごくお腹が空いてるのね。やめて、おでこに当たったわ。邪魔するならまた同じことするよ。それよりもいいこと思いついた。見ててね。怖い、それだけはやめて。心配しないで、チョコを切るだけよ。気をつけて、こっちにも飛んでくるわ。あと少しで完成よ。最後の一切り。これでもっと簡単に食べられるわ。私たちまで汚れたわよ。ごめんね、わざとじゃないの。それよりも見て、すごいでしょ。チョコが多くなったように見えるでしょ。2個だったチョコが10個になったのよ。やったー。食べ終わりたくないな。仕方ないでしょ。でもいいことだってあるわ。私の食べる番が来たことよ。包装紙はいらないわ。すごい、ありがとう。これで全部一気に食べられるわ。すごく美味しい。まだたくさん残っててよかったわ。いいこと考えた。その瓶は何？痛い。なんで全部私の方に飛んでくるの？ごめんね、チョコミルクを作りたかっただけよ。できた。これでトゥイックスがもっと美味しく味わえるはずよ。やった、すごく美味しくなったわ。私もちょっといい？今は私が満喫する番なの。また今度ね。たくさんのチョコレートをどうやって食べればいいか知ってるわ。まずは包装紙を吹き飛ばすの。すごい、どうやったの？すごい。タワーを作るわ。ヌテラがあればトゥイックスを簡単に重ねることができるのよ。すごく美味しそうな匂いね。これでもっと美味しいタワーができるわ。見て、どんどん補強されてるわよ。あと少しで出来上がるわ。あと少し。すごいわね。なんて高いタワーなの。食べてみたいな。なんで揺れてるの？二人とも何してるの？崩れちゃうじゃない。やめなさい。あ、言うことを聞けばよかったね。覚悟しなさい。ごめんね、我慢できなかったの。ヘルメットをかぶっててよかったわ。わあ、目玉グミだ。私の方には一つしかないわ。みんな、いいな。運が悪いのね。からかわないでよ。ただのジョークよ。私のそばで邪魔するのが悪いの。でもいいわ、仕返しするわ。ちょっと面白いことをしたいと思う。気に入るかな。ちょっと怖いような気はするけど。ねえ、助けて。どうしたの？本物の目なの？あー、こんなの見てられないわ。怖い？どうしたの？なんでこっちに目を投げたの？あ、どうしよう。助けて、目が詰まった。息できないわ。朝ごはんを食べるわ。これすごく美味しいのよね。え？ジョークでよかった。びっくりしちゃったじゃない。このグミすごく美味しいのね。もう何も食べられないのが残念だわ。じゃあ今度は私が食べるわよ。私も気に入るといいんだけど。あー、美味しい。グミ大好き。何してるの？私のグミよ。全部全部私が食べるの。柔らかくて美味しいわね。最高。ねえ、ちょっと分けて。たくさんあるんでしょ？そう、お願い。ごめんね、もう全部食べちゃったの。あれ、なんか変な感じがする。え、私の顔どうしたの？食べ過ぎたんじゃない？
ポテトチップスが1枚だけなの？こっち見て。こんなにたくさんのポテトチップス見たことある？二人とも運が悪いのね。そうよ。手に持つことだってできないわ。何するつもりなの？虫眼鏡がないと食べられないの。やった、やっと持てたわ。できれば長い時間満喫したいな。もう終わり？早かったわね。今度は私が食べる番ってことね。どうやって開ければいいの？早く開いてよ。お腹を空かせることになりそうね。そんなの嫌よ。絶対に開けてみせるからね。見て、できた。なんで投げたの？私でもできるってことをみんなに見せるためよ。すごい、見習わないと。そうよ、私ってポテチを食べるプロなの。あ、私の頭が、目が回るわ。もうちょっと練習した方がいいんじゃない？面白かったわね。まあいいわ、私はその間に自分のチップスを食べるの。ねえ、私たちって友達よね。分けてくれるかしら？ポテチのこと言ったんだけど。ごめん、何も聞こえない。あ、ちょっと邪魔かな。おいしい、止まらないわ。気をつけて、また当たるところだったじゃない。もうやめてよ、我慢の限界よ。あ、痛い。私ってラッキーなのね。本当にそうかな。そうよ、そう困っちゃ。ブロッコリー？嘘でしょ。私のところにあるのは種よ。どうすればいいのかな。とりあえず食べてみるわ。あ、硬すぎて食べられないわ。何するつもりなの？植えればいいんだと思う。こっちに投げるのはやめて。もっと掘らないと育たないのよ。ジェニファーのせいで私たちまで汚くなったわ。私の種だってその中にあるわよ。本当に何か育つと思ってるの？もうすぐわかるわよ。二人は早く食べて。あ、すごく最悪な匂いね。野菜大嫌いなの。すごくまずいじゃない。量が少なくてよかったけどね。早くこのことを忘れたいわ。コーラを飲んだらいいのよ。コーラをちょうだい。植物には水分が必要なの。本当に意味あるの？やった、育ってるわ。嘘でしょ、すごいわね。早く食べなさいよ、召し上がれ。もう、私ったら。育てなければよかったのに。ブロッコリーは大嫌いなのよ。こんなの食べたくない。見てるだけでも嫌な気持ちになるわ。私は食べれた。次はケイトね。どうすればいいか考えたわ。見て、鳥よ。信じちゃったのね。全部食べたふりをしてブロッコリーを捨てちゃうわ。騙せるとでも思った？できないわよ。全部食べてもらうわよ。もうすぐ食べ終わるわ。あと少しよ。あれ、残りは食べないの？せっかく集めてあげたのに。ああ、プランは失敗したみたいね。ほら食べて。やった、スキットルズよ。スキットルズがたくさん食べられるのはみんなじゃないみたいね。私なんか一つしかないわ。運が悪かったわね。笑わない方がいいと思うわよ。どうすればいいか知ってるもん。携帯電話？なんで？見てなさい、キャンディーを大きくしちゃうの。すごい、そんなこともできるのね。一つしかないけど、かなり大きくなったわ。やった、あー、すごく美味しいわ。ケイトすごいじゃない。みんなも食べていいよ。私だっていいこと思いついた。キャンディーを口でキャッチするの。
何もキャッチできなかったわね。そんなの関係ないでしょ。私は他のいいことを考えたの。今すぐやめなさい。私のお菓子よ。自分で食べるの。何色から始めようかな。こっち？それともこっち？どうしようかな。あ、いいこと考えた。何それ。私もわからないけど何か面白いことが始まりそうね。これで何色から食べるのか決めるの。オレンジ色のキャンディーが入ってるね。どういうことなの。決まってるじゃない。オレンジのスキットルズから食べるってことよ。どう、おいしい？すごくおいしいわ。これでもう食べる順番なんか関係ないの。それなら今度は私が遊ぶね。あ、なにこれ。すごい、ラッキーじゃない。私、大きいお菓子を食べるのが夢だったの。やっと夢が叶ったわ。見て、中にもたくさんお菓子がある。ねえ、みんなで分けようよ。いいアイデアね。みんなも食べて。ありがとう。おいしいわね。わあ、目玉グミがたくさんあるね。二人ともいいな。私は一粒だけよ。からかわないでよ。笑わないで。一粒でも美味しいんだから。ミラ、落ち込んだのかな。あるジョークで元気にさせるよ。びっくりしないといいけどな。面白いと思うよ。ミラ、見てよ。すごく痛い。僕の目が。え、どうしたの。どうにかして。何してるの。あ、窒息するわ。ミラのせいでジュリーが死にそうだよ。おいしい。え、なんでこんなところに目があるの。気持ち悪い。びっくりした後は美味しい目玉グミを食べるわ。Okay. そうね、私も早く食べたい。あー、美味しい。見て、大きな目でしょ。ハリックスは何を待ってるの。あなたの分まで食べちゃうわよ。いや、僕が自分で食べる。ねえ、ちょっと分けて。私にもちょうだい。二人とも、そんなに頑張らないで。どうせ何もあげないよ。あれ、急に視力が良くなったよ。あー、すごい目ね。なんで私だけトゥイックスが一本だけなの。すごく美味しければいいんだけど。僕はゴミ箱じゃないんだけど。もう女の子みたいに文句言わないで。いいこと思いついた。ノコギリで切ればトゥイックスがもっとたくさんになるわ。アレックス、泣かないでよね。トゥイックス、くらえ。気をつけてね。二人のことは触らないわ。必要なのはトゥイックスよ。できた。おいしい。世界一おいしいトゥイックスよ。今度は私が食べる番ね。でもその前に包装紙をどうにかしないと。これで食べてもいいよ。すごくおいしいわ。でも何か物足りないわね。チョコレートは牛乳と一緒に食べればもっと美味しくなるのよ。なんでまた僕の方に飛んでくるの。
牛乳とトゥイックス、すごく美味しそうな組み合わせでしょ。すごく美味しいドリンクになるわ。この時間が永遠に続けばいいのに。二人は何見てるの？アレックスも早く食べて。Okay. ちょうどいいことを思いついたところなんだよ。普通に食べるのはつまらないよね。大きなタワーを作れば楽しいと思うよ。ヌテラがあれば工事ができる。あ、アレックスって大工さんだったのね。そうだよ、僕は天才だからね。世界記録更新できるかな。みんなに知ってもらってほしいんだ。おいしそう。私たちが食べちゃうわね。何してるの？なんで揺れてるの？タワーが倒れちゃうよ。アレックス、ごめん。美味しすぎてつい。